花亀は亀木石亀か石亀属に分類される亀。中華人民共和国、台湾、ベトナム北部及び中部。ラオスに分布する可能性もあり。タイプ標本の産地は中国。種商名のシネンシスは中国産ののい。最大高長27センチメートル。オスよりもメスの方が大型になる。廃校はやや扁平で。 上から見ると中央より、やや後方で最も幅が広くなるやや細長い、楕円形。C 甲板に断続的なコブ状の盛り上がりがあるが、老齢個体では消失することもある。円甲板は尖らない。廃坑の色彩は暗黄色や褐色、黒で、黄色や黄色があった箇所に明褐色や大色の、半紋が入る個体が多い。廃坑と復興の継ぎ目は発達する。 復興は大型で細長い。橋や復興の色彩は単黄色や高褐色で甲板ごとに暗色斑が入る。この斑紋が花のように見えることが中国語名や和名の由来と考えられている。頭部は小型。粉炭はやや突出し、上顎の先端は突出したり凹むことはない。後頭部は小型鱗で覆われる。上顎を覆う角質にはわずかにノコギリ状の突起が。 あり、後方面は幅広く量が発達する。頭部の色彩は暗黄色や肺褐色、暗褐色、黒。頭部から頸部にかけて、左右に8本ずつ、以上の単行色や、黄緑色の細い縦縞が入る。獅子は、やや細く、前腕部に幅広く、丸みを帯びた大型鱗が重ならずに並ぶ。後の間には、指跡の先端まで水かきが発達する。 獅子にも細い筋模様が入る。卵は、長径4トル短径2 5トル幼体は、あばらかんぱんに、キールがあり、後部縁かんぱんの外縁がややのこぎり状に尖る。成長に伴いあばらかんぱんのキールが不明瞭になり、縁かんぱんの突起は消失する。オスはメスに比べると背高が細長く、高高が低い。オスは、尾が太くて長く、 尾をまっすぐに伸ばした状態では、総排節口全体が、肺口の外側に位置する。メスは、尾が細い上に短く、尾をまっすぐに伸ばしても、総排節口が肺口よりも内側にある。原生種では本種のみで花がめぞアキャリアを構成していたが、各 DNA 及びミトコンドリア DNA、タンクサリ散在反復配列に基づく分子系統解析から、本種と、 草亀ガメ族、日本石亀ガメで単系統群を形成すると推定されたため、石亀ガメ族に含む説が有力である。一方で花亀ガメ族の記載が、草亀ガメ族よりも古いため、草亀ガメ族の構成種と、日本石亀ガメを花亀ガメ族として分割する説もある。旧族名やキャディアは、記載者グレーによる造語で特に意味はない。2007年には、 千葉県にある更新予中期の地層から発掘された化石に基づき、化石種日本花亀が記載された。口切れ花亀オーグリファスタマや大々花亀オー、フィリップニーといった主観雑種が誤って新種として記載されたこともある。低地にある流れの緩やかな河川や地上、湿原などに生息し、低出が砂泥の小規模な止水域を好む。 半水性だが、岸辺や中洲、倒木や岩の上などで日光浴を行うことを好む。植生は雑食。幼体は動物食傾向が強いが、暖気及びメスの生態は植物食傾向が強くなる。繁殖形態は卵性。1回に5から20個の卵を産む。卵は飼育下では約2ヶ月で孵化した例がある。オスは、校長12センチメートル以上。 メスは、校長20センチメートル以上で、生成熟する。生息地では、食用とされることもある。生息地の破壊、食用の乱獲などにより、生息数は激減している。2005年に、中華人民共和国が、ワシントン条約付属書3に掲載した。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。主に幼体が流通していた。 ワシントン条約に掲載されたため流通量が減少したが、日本国内での飼育か繁殖個体も流通していた。水場を広く取ったアクアテラリウムで飼育される。日本では寒冷地を除いて、生態なら屋外越冬も可能なため、屋外の池で飼育されることもあった。幼体は低温や水質悪化に弱く、心筋による皮膚病にかかりやすい傾向がある。 そのため流木やレンガ、市販の水性カメ専用のプラスチック製の浮島等で体を乾かすための陸地を用意し、日光浴をさせたり屋内で飼育する場合は、局所的に水に強い暖房器具等で、皮膚や甲羅を乾かすことのできる環境を作る必要がある。飼育下では、配合資料にもえづく。一方で、メスの生態は、動物質の餌を与えすぎると、 肥満や突然死の原因となるため、成長に伴い植物質の餌を多く与えるようにする。日本では2016年10月に特定外来生物に指定され、使用、保管、運搬、放出、輸入などが規制された。ありがとうございます。